日銀の短観で大企業製造業の景気判断が6期ぶりに改善しました。景気がいいと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた値は、大企業の製造業でプラス10ポイントとなり、前回の調査を4ポイント上回りました。アメリカ経済が堅調なことや、円安ドル高が進んだことで、輸出関連の企業を中心に景気の見方が上向き、6期ぶりに改善しました。ただ、先行きについてはプラス8ポイントと2ポイントの悪化を見込んでいます。一方、大企業の非製造業はプラス18ポイントで横ばいでした。先行きはプラス16ポイントで同じく2ポイント悪化しています。株価の動きです。今日の東京株式市場は、ニューヨーク市場の株価が上昇した流れを引き継いで始まりました。